まず実寸ですね。足の実寸は 23.5 で、スキーブーツの場合はもう基本的にはもうほんとぴったりぐらいの方が理想です。今は何年生です？今中2。中2、例えばもう少しこう身長が若干伸びるかなとかあれば、ちょっと大きくしてあげてもいいんですけど、成長を加味して、うん、ただまあそんなにもう足のサイズとかもそんな変わらないだろうなっていうことであれば、まあ本当だったらもう実寸ぴったりぐらいの方がおすすめですね。 23.5 で、例えばここら辺の、まあ、23、24あるんで、まあ書いた23、24って書いてあるんですけど、シェル自体も 33.5 同じシェルなんですね、はい、で24ももう 24.5 で同じシェルなんで、中のインソールで抜いたり刺してこう調整するような形になる。なのでちょっとこう例えば成長して履けなくなったらもったいないなって例えば、ちょっと大きめにしてもらってもいいかもしれないです。24のシェルで、そうですね、でも全然はいいいかなと思います。で、サイズはまずそれぐらいで、足の幅ですね、右足が95の左は94なんで、そんなに、差はないかなと。で、23.5 の足のサイズの時に大体100ぐらいまでだったら許容範囲、これがちょっと100を超えてくるようだとちょっとワイド幅かなっていう気はするんですけど、幅的にはだいたい95前後なんで、まあ、ブーツも全部幅書いてあるんですけど、まあ、100前後、102とかちょっと幅広すぎちゃうと思うんで、まあ、100ぐらいで選んでいただいてもいいかなと。まあ、ちょっと今広いのしか残ってないんでなかなかあれなんですけど、まあ、履いてもらえば外のきつさっていうのも出てくると思うんで、100とかなんですけど、硬さは結構85っていうフレックス、結構硬めですね。スキューは毎年寄られてます。初めて。私年越しで。ああ、じゃあまあそんなにこう柔らかくなくてもっていうのは、大人のブーツは初めてです。今までは10年。初めてです。初めて、うん、そうすると、今までジュニアのブーツに比べるとやっぱ硬さがそれなりに大人のブーツに出てくるんですよね。一気にここまで上げちゃうとやっぱ板までしっかりこう力が伝わらなくて、うん、やっぱこううまく滑れないっていうのがあるので、うん、まずはやっぱここら辺の60、70前後で履いてもらった方が多分履きやすいかなと思います、うん、はい、そしたらじゃあ一度降りていただいて、まあ、ちょっとそもそもサイズがあるところでちょっと一回履いていただきますね。履きやすさのコツとしては、ここタングってベロがあるんですけど、うん、これを前に出しながらちょっと外側、そうするとここの部分に見せてもらう、三角形がこんな感じで隙間が出るんで、うん、もう全然グッて引っ張ってもらうと壊れないんで、こんな感じに広げてもらうと、そうですね、外側にグッと、うん、するとすごく履きやすいんで、よかったら試していただきます。今ここでこう普通に履くとスキー場ってやっぱりこう寒いんでシェルが硬くなりやすいですね、うんうん、今こうほんとすんなり履けるぐらいじゃないと厳しい。でまずこう第一条件として今履いてみて、痛みがないかどうか。でやっぱりこう滑ってみたりするとまたこうさっきは当たらなかったけどやっぱり当たるっていうところも出てくると思うので、そこはピンポイントでまた持ってきていただければ調整ができるんで、そのつど言ってもらえれば対応はします。はい、よく当たってるとか、つま先とか。ない。ない。うん、結構大体当たるっていう方だと、ここの内くるぶしの下の舟状骨っていう骨、ね、うん、ここはやっぱ皆さん出っ張ってるんで、うん、これが大体当たるときにここら辺で当たるっていう方が多いですね。うん、でまたこう滑ったりするとそれが顕著に当たるっていうところも出てくるかもしれないので、その時は専用の機械でちょっと広げてあげたりとかでもできるので、それは言ってください。大丈夫？痛くない？痛くないよ、本当。今一応ブーツ、今身長は何センチ？160くらい。何？160って言ったんだよ。板の選び方に関しては
まあ、あのブーツとの相性もあるんですけど、まあ、さっきのブーツがだいたい初中級レベルのブーツになるので、板もできれば同じぐらいのレベルの方が、相性よく滑りやすいですね。でブーツの場合はあれって数字があったんで、そういうのでだいたいそのレベルがわかるんですけど、板の場合はもう見ても正直そんなわからないんで、どこで判断するかというと、ここの金額ですね。ここの定価がだいたい3万から5万いかないぐらいは、初級レベル、うん、で、4万から5万6万あたりが中級レベルで、6万以上がまあ上級レベルっていう形になります。でまあ、上級レベルと初級で何が違うんですか？もう完全に板が硬いです。はい、メンズの方はすごく分かりやすい。もう10万以上はもう上級モデルっていう形で、だいたい4万5万ぐらいは初級ですね。でここだと初中級レベルで言うと、今残ってるのだと、まあ、ここら辺はすごくさっきのブーツとは相性がいいかな。うん、で、まあ、あのブーツがヘッドっていうブランドなんで、私中級です。中級じゃないか。一応本来同じブランドで合わせてもらった方が、やっぱりメーカーさんはヘッドのブーツ、やっぱヘッドが一番こう 100% のこう力が出るようには一応作ってるんですね。なので本当はそれの方がいいですけど、まあ長さだったりとか UI とかいろんなことがあるんで、まあそこは一旦置いといて、まずは長さ、だいたい身長が160であれば、マイナス10センチ。そうするとちょうど目線ぐらいになるんで、それぐらいの長さが一応理想ですね。例えば。で、まあ、長さがどれぐらいだとどうかっていう話なんですけど、まあ、単純に身長と同じぐらいとか、もっと長くなればスピードが出やすいです。で、逆に身長マイナス10センチよりもっと短くなれば、操作がしやすい、操作性がしやすい、小回りが効きやすい形ですね。なので例えば飛ぶとか、そういうところ行きたいとか、あとは操作性をメインに滑りたいとかであれば短い方がいいですし、今後ちょっとスピードとか出したいなとかあれば長めの、うん、まあ、そこの長さでも変わってきますし、ここのセンター幅が細ければ結構小回りしやすいですね。だいたい今だと71、2とかが多いんですけど、中には68とか、ここら辺とか結構こうくびれてるんですね。くびれてるのはかなり小回りがしやすいです。逆にこうセンター幅がトップとそんなに変わらないぐらいストンってしてるものだとスピードが出やすいってな感じですね。ね、その値段の硬さ、あとはさっき言った長さとその幅とかをちょっと見ながら、まあ、どういう滑りをしたいのかっていうところでまた決まってきますよね。ヘルメットだけたくさん最近ドカって入荷したんで結構選んでます。アルピナウェックスあたりはたくさん入ってきてるんで、うん、まあ、もうヘルメットの場合はもう本当色合いとあとフィット感で選んでいただいて大丈夫です。まあ、かぶった時にここの頭のてっぺんがしっかりとこうここに当たるかどうか、うん、これが当たらずに横で収まっているとここに隙間できちゃうんで、こう動いててもヘルメットでズボってこう動いちゃうんですね。なのでかぶってみた時にしっかりこうてっぺんにストンと落ちてるかどうか、であとは後ろ、だいたい、ここがついてる。ダイヤルがついてるのすごく多いんで、うん、大きさですね。これですね。これね、あとはどんどん締めていけるんで、なので、もう、もし、あれだったら、いろいろ被ってみてください。まあ、色合いもあると思います。